皆さんこんにちは、雪沢智子です。過去の名作に映画館の大スクリーンで出会うことができるシネチッタ名画座。今月も麻生区にあります日本映画大学新百合ヶ丘キャンパスの大教室からお届けします。今回お話を伺いますのは日本映画大学の学長で映画評論家の佐藤忠夫先生です。佐藤先生、よろしくお願いいたします。どうぞ。では今回の名画座の作品をご紹介ください。1968年だったな、アメリカ映画でね、華麗なる賭けというね、これスティーブン・マックイーンのね代表作の一つでね、マックイーンっていうのはもう本当に精悍にこう暴れ回ってるようなところがマックイーンらしいんでね、まあ大脱走なんていうのはアクションもので非常に評判だったんですけどね、彼がこの作品ではねまるで違った面を見せましてね、素敵なこうスーツで非常にこうおしゃれな、そしてこう遊び心に満ちた犯罪をやって、ちょっとおかしいなっていうような見方をする人もいましたね。そのくらいね意外性がありました。しかしこのおしゃれな格好がまたね素敵でね。じゃあもうこの作品では新しいスティーブ・マックイーンを見ることができるといった感じですね。これはねそうだな、これ一本があっと驚かせたんじゃないかな。この映画の見どころはどんなところでしょうか。フェイ・ダナウェイの彼女は、まあ、保険会社の探偵でね、この銀行強盗の謎を調べていて、まあ、銀行強盗をやるようなやつは、まあ、悪に決まってるからそういう人間を疑いそうなんだけど、ものすごくおしゃれな人間を見てね、ああ素敵と思って、こういう素敵な男があれをやったんじゃなかろうかという疑われるというね、これもまたちょっと変わってますけどね、そういうなんかこう非常におしゃれなところ、このおしゃれなところはやっぱり監督のノーマン・ジェイソン、このノーマン・ジェイソンっていう監督は夜の大捜査線っていう作品が代表作なんだけど、非常にスマートな映画感覚を持っていてね、非常に滑らかにこう物語を展開していくことの名人でね、特にこの作品は映像的にものすごくファッショナブルでね、そのマックイーンがかっこいいというだけじゃなくて、そのかっこよさに合わせて映像全体が非常にかっこよくできてますね。画面がいくつかもこう分かれてしまったりですとか、そういった見せ方っていうのは当時にしては新しかったんですか。画面がいくつも分割されたりするのは昔からあるんですけどね、それがね非常に軽妙で軽快なっていうのは、まあこれほどうまくいってる作品っていうのは滅多ないですね。この監督 の非常にまあテクニシャンなんだけど、思う存分にそのテクニックを発揮した映画と言っていいでしょうね。どこまでなんていうかな、洒落たことができるかってことを監督とスターがね、まあお互いに競ってやってるような作品ですね。佐藤先生、今日はありがとうございました。映画館の大スクリーンで往年の名画に再び出会えるこのチャンス、皆さんもぜひ名画座に足を運んでみてください。きっと素敵な出会いが待ってますよ。続いてはこちらのコーナーをご覧ください。今月は市内のミニシアター情報をお届けします。麻生区の小田急線新百合ヶ丘駅前にある川崎市アートセンターのアルテリオ映像館では、新百合ヶ丘のミニシアターとしてシネコンでは上映されないさまざまな国の映画を上映しています。お気に入りの一作を探しに行ってみてはいかがでしょうか。詳しくはアルテリオ映像館で検索してください。中原区にある川崎市市民ミュージアムの映像ホールでは、6月から7月の週末にテレビドキュメンタリー80年代からの検証と題して、80年代から2000年代にかけて過去に全国のテレビ局で制作されたドキュメンタリーを上映します。入場は無料です。詳しくは川崎市市民ミュージアムで検索してください。